はい、こんにちは、カズボーです。天井の花見続きやっていきたいと思います。今隠しの隠しだね。とりあえずアイテム調達してきまして、世界樹の歯ごまいとエルフの塗り薬 10個、まあ、これあれば大丈夫かな。ラック使っちゃうか。ベストドレッサーとかどうやっても勝てない。だからまあなんかあるのかなと思いますけど。あ、戦闘はちょっと高速化でいけますね。長いんで戦闘がちょっと億劫だったんですよね、実は。ちょっと早いけど、まあね、問題なし。勝手に節約してやったら回復してくれるから、もう早いでしょ戦闘。これ本当は1分ぐらいかかってずっとそれでやってたんだけど、もういいよね。全クリまでは通常速度でやってた。通常速度っても別にそんな遅いわけじゃないけどね。ここから先行ったことないから。あ、強いのが出てきた。コップルーまで強かった。バイオン使いのが取るしかない。うわー、マジかよ、なんだれ。ケアラルーシー。ライルーン。あ、ライルーンじゃねえ、ギガルーンだ。強い。ケアラルーコ、あ、マジで戦闘中は使え、あ、戦闘中じゃないや、あれは使えないんだ。移動中はね、重つくんじゃねえだろうな。おお、マジか。え、10日いらずだな。どうしよう。そっか、10日でバイリオン使うとき戦いドラム使えばいいのか。え、装備しなくちゃダメこれ、もしかして。あー、装備品なんだ。状態異常防止。状態異常になったらまずいよな。誰に使わせっかな。緑子ずっと回復だよな。トウヤでいいか。いや、あー、できればここなんだよな。状態異常防止の装備品なんかないよな。ないや。は？ちょっと待て。これ侵入？ほほう、ここまでたどり着ける人間がいたとはな。ああ、あ、そうか、私は神竜、ここまで来た褒美にそなた願い一つだけ叶えてやろう。ああ、なるほど。え、これで、ただしこの私を打ち負かすことができたなら、え、あれより強いだろ。じゃあ、はい、ケスカーでもやってくるよ。高速化やっちゃった、ごめんなさい、忘れてました。全員でも上がったよね、攻撃力。攻撃上がったから、とりあえず回復で展開の盾には、うわー、2回来るこれ。あ、よかった。ケアラルーリー、
回くれてるの。ランタン以内に倒さないとダメとかあるよ。眠ってしまった。起こすのあったよ。使いたいけどな。するしかないのか。いや、攻撃の、あれ？ここ直せないんだ。バリアル。現在間に合うかな。イテスカード、おー、やっぱやってくるよな。バリアル中古にやられたらアウトだったけど、戦い、やんなくていいか。
ペッパーがいい。賢者です。消えないようにしよう。そろそろミラー外れんな。手荒れる。バイアル、ビフェス、戦いドラマ外れないな。ケンタッチ。どこやらっちゃったのかな。ミラーで入っとくか。効果が出るんで。
お、いった。さすが。でもなかなかやるな。しかし私を倒すのに38ターンもかかるようでは願い叶えてるわけにいかんな。マジか。せっかく倒したのにね。でも38とかでいけんだね。じゃあちょっとレベル上げっか。レベル上げてリベンジだね。とりあえず神竜倒すことできました。さて願いというのは何なんでしょうね。また3つぐらいあるよねこれね。とりあえず高速化でやった方がいいかなね。まあある程度だったら読み取れるよね、もうここまで来たらね。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。